すみません。皆さんこんにちは。学友チャンネルの学友です。今回の曲こちら。カジュアルガクトが声優相関図作ってみたー。おー、というわけで今回は学友チャンネル過去さまざまなゲストをお呼びしまして、いろんな方がもう延べ何十人と来てくださいましたけども、僕が出会ってきた方々、関係値をね築いた人たちもいますし、または会ったことあるけど踏み込めてない人たちもやっぱいるわけですよ。なんかそんな中で僕を例えば中心に置くとしたら、どういう人たちが家系図のようにこう広がっていくのか、誰が一番近いのかって、家系図は違う、あの木のようにね、はい、木のようになっていくのかっていうのをね、ちょっと今回やっていきたいと思ってます。今回は最初から書いていくと大変なので質問していこうと思います。あ、山 P が、はい、まず同期の声優、同期だったら、じゃあ同期項目ね、これが、はい、知ってるので言うと、ジン・オガ・チアキ、ジン・オガとチアキ、はい、ぐらいしか知らん俺。この二人は同い年だし、同期だと思う、多分、多分ね、わかんない、間違ったらごめん、きっと多分合ってると思う。いや、デビューとかなんか所属年数とかあるからむずいんすよ。この二人は同期ってことにしときましょう。もうよく共演する声優、なんかで見たんですけど、その話したっけ、どこかのサイトさんがまとめてくださってた一番共演数が多い声優みたいなやつ、俺の誕生日の時に出してくれてたやつがあったんですけど、それで梅原さんが1位だったんですよね。なんか多分いろんな作品で関わってるらしい。確かにそうだなとは思う。梅原さんはマジで多いと思う、本当に。ブラクロでもそうだし、延々でもそうだし、シャドバでもそうだし、ロマキラでもそうだし、その他マジでめっちゃいろんな現場だよ。ああ、分からん、誰だろう。あ、村瀬さんめっちゃ多いわ。そうだそうだ、村瀬さんしょっちゅう会うな、そういえば。あとアマちゃんだな、アマちゃんもいろんな現場で会うわ。まあラジオもそうだし、まあゲラゲラとかもそうだし、アニメとかでも会うし、そうかも、マジでそのぐらいかも。じゃあ一旦この3人、うん、でもここはマジダントツ多い気がする。梅原さん、村瀬さん、アマちゃん、カジュアルガクトが新人とか、うん、まだまだ現場に慣れてない頃に、うん、可愛がってくれた、よくしてくれた先輩とか、あげるとキリがないけど、あげるとキリがないんで、まあなんかちょっとエピソードがある方限定しましょうか。まあだから、まあ、ガクトもでもね言ってますけど、福山さんは本当にゲストにも来てくださいましたし、そう、本当、小野さんもそう、 D さんね、あとは諏訪部さんもそうだし、うん、事務所の大先輩、本当にそうですよ、いっぱいいるからな。信長さんもそうだしな、信長さんも長いですからね。室さんとかもそうじゃないですかね。確かにそうですね、もう先輩だし、すごいお世話になってるしね。でもブラクロの人多いな、やっぱり。そう考えたらちょっと上げ出すとキリがないけど、まあそうですね、今こんな感じですね。福山さん、小野さん、諏訪部さん、信長さん、室さんとかね、まあ本当にだから芝居の一文字目もわからんぐらいのだったんで、まあ、その時は本当マジで周りが見れてなくて、自分のことで精一杯だったところで、やっぱその点で現場の雰囲気を明るくして、なんかめっちゃさから話しかけてくださった。もうコミュ障だし、しかも現場でね、こう話して、話すこともできない中でおしゃべりもしてくださったし、直接的にそのここがどうだダメだったからうまくいかなかったんだっていうこともやっぱ福山さんとかも帰り道一緒に送ってくださったりとかしてましたよ。わざわざ家の方まで車で行ってくださったりとか、すごいお世話になってましたね。飯もその時に行ったりとか。小野さんもね、むしろブラクロ終わった後に僕が車買う時に相談したりとかしたから、それで助手席乗ってもらったりとか、まあ、車系の話がめっちゃ多いかも、本当に。小野さんは初心者マークもね、そうそうそう、いただいたし、諏訪部さんもでも本当ブラクロ初期の時からもう、まあ、同じ事務所っていうのがあって、すごい目をかけてくださってたんですけど、このジャンフェスの時とかもね、それこそ2人でご飯食べさせてもらったりとか、うん、福山さんがずっと言われてたじゃないですか、いつか諏訪部さんのことを無理でしょ、で無理でしょ、諏訪部と言ってくださいって手があるわ。いやもう、もうネタですよあんなの。いやいやいや、絶対言えないから。信長さんはもうね、楽屋とかでも喋ってくださるんで、前とかも特番の収録とかあったりとかしたんですけど、なんかその時とかも割とめっちゃ真面目な話とかすごいするんで、僕が結構
演技のこととか芝居のことで相談することが多くて、すっごいちゃんと返してくださる。あとめっちゃ気使ってくるんですよ、信長さんって。本当にすっごいなって思う。本当に俺超尊敬してるんですけど、めちゃくちゃ周りが見えてるんです本当に。なんか俺本当自分のことで精一杯だったりとか、あと今でもそうだけど、例えば初めましての人がいる現場で芸人さんと一緒とかだった時に、好きな芸人さんでも全然喋れなかったりとかして、でコミュ障発揮してる時に信長さんがその芸人さんと一回ちゃんと喋って、喋りかけてくれて、でそっからさりげなく俺に話題を振ってくるんですよ。ガッくんって実はこうでみたいな、本当はめちゃくちゃコミュニケーション得意じゃなくて、現場でもいつも静かだよみたいなことを言ってくれて、で、あ、そうなんですねみたいな感じでこう話をちゃんとこう俺も含めてにこうしてくれるというか、そういうところマジですごいなって思って、なんかそれができる人ってなかなかいないし、やっぱ自分のことだけじゃなくて、その現場としてよくしようとか、現場としてやっぱ安くしてしようっていう気の使い方がすごく上手な人で、でもそういうところは多分きっと意識もされてるだろうし、人に興味があるとかそういうところでもすごくなんか本当に理想だなと思いますよね。ムロさんはでも僕らの知らない顔もあるわけですよね、その演技の場というか。そうね、はいはいはい、助けられたこととかあるんですか？ああ、でもむっちゃありますよ。ムロさんってそのなんて言うんだろう、めっちゃぶっきらぼうで、なんて言うんだろう、俺に対してすごい適当な感じで思われる方も多いかもしれないですけど、裏です。いや、これ言うと営業妨害になっちゃうかもしれないんで、あれですけど、ここだけね、こっそり LINE くれたりとかね、俺が喉を痛めたって、まあ、いい話だっけ、喉を痛めた時に家ではこうしろとか、あんまり声出さずに飯もあんま固形物を食うなとか、そういうことを細かくね言ってくれて、いう長文 LINE を送ってくれて、パーッと送った後に俺が読んだなって確認したら送信取り消しすぐ押すっていうすげえ室さんらしいなって思うけど、なんかそういうとこがあったりとか、本当ブラクロン初期は説教されたりもしましたけど、あんた本当先輩に対してもっとちゃんとしっかりしなきゃダメよみたいなところとかもね、なんかこう言われたりとかねしましたけど、いまだになんか別に何でもないこととかでもたまに LINE 送ってくれたりするんで、ね、優しいそう。営業妨害すいません。聞かなかったことしてください。みんな拡散しないで、これだけは。ここだけにしといて。次はよくご飯に行く声優。これむずいね。よくっていうと本当に難しい。俺本当によく行く人はいません。その本当に地元の友達ぐらい週に1回ありますよとかいう人はいないけど、まあ月1か、まあ2ヶ月に1、2回とか行く人はまあそういう意味で言うといる。現場被ってなくても連絡取っていく人はいる。それはまあ一番飯行ってんのはゆうやかな。あ、ゆうや。はい、広瀬ゆうやが多いかもな、なんだかんだで。めっちゃ温度取ってくれるのが千秋で、そこはすごいなんか本当ありがたいなと思うんだけど、俺からなかなか誘わないというか誘えないことが多いから、千秋がめっちゃ誘ってくれて、で94年生まれ、同い年組が千秋とタスクと俺の3人なんだけど、グループラインがあるんだけど、そこで飯行こうって言ってくれて、で3人でこの間も行ってきたし、ちょくちょく行くって感じかな。あまちゃんはあれ行ったことあるかな、俺お茶するとかあるけど、そのカラオケ行くとか、いやカラオケはね漫才の練習しに行ったんですよ2人で。あ、そう、マジ本当にマジで漫才コンビみたいな。漫才の練習カラオケでやるんですか？そう、やってましたね。それは一般のカラオケ屋さん入ってる、そう中でやってる。歌わずに机横にこうずらして2人で鏡見ながらやってました。漫才練習ってアマちゃん、あ、笠間さんね、笠間さんめっちゃ行くわ。メロディー、あ、安本さんもね行く。あ、周吾さんも行くわ。そういう意味で言うと周吾さんはね、うちにも来てもらったことありますし、マジで俺ん家来たことある声優超少ないですよ。一緒にご飯ちょくちょく行く人リスト、こんな感じ。梶原岳と拓海、お邪魔したことがある声優いや、これマジで俺いないべ、誰もいないことはない。マジでさっき言ったから、これはもうほんと周吾さん、周吾さんが初めてじゃない？周吾さんじゃね？だけじゃね？周吾さんにギター弾いてもらった、うまかった。
ご自宅にお招きいただいたことがある人。あ、行ったことある人。そう、これもいないよ全然。同年代勢は。いや、千秋ん家には行ったことあるかな。じゃあ、そうだね、そうね、確かにお邪魔した。めっちゃ誘ってくれてるな、そう考えたら。ありがたいわ、本当に。本当いつもありがとう。あ、アマちゃんうち来たことあるわ。おお。え？あ、そうだ。そうだ。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ待って、アマちゃんうち来たことある。まず天崎さんからね。アマちゃんうち来たことあるわ。いや、そう、うち来たこと、あの、アマちゃんうちに呼んだのは、あの、漫才の練習しに来た。これもそうだわ。たまたま近くでもないか分かんないけど、なんか現場一緒で、前現場がこの後どうするみたいな話になって、で、あ、俺ん家来ますっつって、で、なんか、まあ、カラオケ行くのも良かったけど、別にうちでもできるから、で、うち来てもらって。それはあるわ。あ、そうだ、行ったことあるよ。よしきくん家行ったことあるんです。めっちゃ忘れてた。ここすみません、よしきくん、ごめんなさい。そうよ、手作りのパスタあの食わしてもらったわ。もういないか。まあ、いや、本当はいるかもしれないです。ごめんなさい。こんな感じです。はい。いつか共演してみたい声優さんいらっしゃいますか？それはもうカジさんでしょ。昔から言ってますね。本当に、だから本当に頑張ります。これはもうカジさんとアニメで共演したい。それはマジで目標。あとは、ミスチルの桜井さんですかね。そうですね。これはもうあの歌で共演したいね。歌でね。うん、芸人さんとかで。芸人さんね、これはいっぱいあるけど、ザコシですかね。ザコシ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 ショーですかね。ザコシショーが一番。江頭さん来るかなと思ったの。あ、江頭ちゃんもいいですけど、やっぱザコシ先輩ですかね。これ並びがおかしいのよ、これ。もっと距離を縮めたい。まあでも、もちろん仲良くしてる人いっぱいいるし、そういう意味で言うと、あの、モンスターの井上さんとかはそうかも、うんうん、まあ、全然ジャンル違うけど、まあ、聞きましょう。この間俺が番組で飯行きたいですって言ったら本当に連れてってくださって、うんうん、三山カレンさんと3人で行ってきたんですけど、後ほどその話、あの、またその後に会ったんで、その時の話をしたら、全然話したこと覚えてへんなーとかって言ってたからマジで当たり障りねえ話しかしなかったのかなとかって思って、まあでもなんかそういう意味でもなんかいろいろ深めな話ができたらいいなとかって思ったりは。散々ドッキリ仕掛けられてます、ね、そう坂木原くんとご飯行きたいって言ってます。あ、坂木原くんね、行きたいですね。この間あの初めて家の近くまで車で送ったんですよ。お、そうなんですね。うん、なんか、いや、俺もちょっと気使って、いや、踏み込んでいいのかなとかって思ってたとこがあったから、うん、でもいいかと、別にさ、もう長くね、アルゴナもやってるわけだし、もうね、YouTube だって来てもらってるわけだし、現場が一緒だった時の帰り道に、あ、乗ってきますっつって、あの家まで送ってきますよっつって、そしたら、いいんですかって言われたから、そのまま送ってきました。おー。で、その時にも結構話しましたし、だから確かに坂木原くんとは飯とか行ってみたいかも。おー。うん、今はそんなところかも。ですね、こんな感じでございます。はい。まあそうですね、確かに。なんかやっぱり最近だと思うのは、どの場所行っても結局人間関係ってめちゃくちゃ大事だなってやっぱ思って、最初の頃にはあんま思わなかった人付き合い大事にしようとかは最近より思うようになってきたっていうか、大人数やだなとかって思っても、そう行っても思っても、意外と行ったら楽しかったりするんですよ、なんかなんだかんだで。それこそ初めてよしきくん家行った時とかも、なんかすげえ楽しかった。いい関係性築きたいですね。なんか僕もそういう必要とされる存在にもなりたいし、声をかけたいし、声かけられる人にもなりたいということです。ありがとうございました。皆さん、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。